サーフィン。サーフィンは、ウォータースポーツの一つ。波乗りとも言う。サーフボードの上に立ち、波が形成する斜面を滑走する。サーフィンをする人のことをサーファー、サーファーと言う。少なくとも、西暦400年頃には、サーフィンの原型のようなものが存在していたと考えられているが、はっきりとは分かっていない。南太平洋の島々に暮らし、 航海術に優れた古代ポリネシア人が、漁の帰りにボートを用いて、波に乗る術、サーフィングを知り、そこから木製の板に乗るようになった、というのが最も有力な説とされている。ポリネシアの海洋文化研究やホクレアの建造などの、仕事で知られるベンフィニーの研究によると、サーフィンは広く、ポリネシア全域に普及しており、東はイースター島、西はニューギニア、 北はハワイ、南はニュージーランドに及んでいたとのことである。古代ポリネシア民族については、決闘した勇者たちの話や、山の部族に嫁いだために、サーフィンができずに悲しんだ女性の話など、様々な話が伝わっている。さらに、サーフィンは古代ポリネシア民族の儀式にまで登場するなど、この文化の中心的存在にまで上り詰めていった。 ハワイのカメハメハ大王もサーフィンをたしなんでいたと言われている。ヨーロッパ人で初めてサーフィンを目撃したのはイギリス人の探検家、ジェームス・クック船長だと言われている。クックはタヒチとハワイでサーフィンを目撃し、そのことを公開日誌に書き残している。その後、これら島々にキリスト教宣教師たちなどヨーロッパ人が移り住むようになる。宣教師たちは、 不況にあたって、ポリネシアの文化は野蛮であると見し、文明化を理由に、彼らの文化の一部であったサーフィンを禁止し、さらにサーフボードを取り上げて焼いてしまった。こうして、ポリネシアにおけるサーフィンは近代において一度終焉を迎え、日本における起源は口述の各地を参照。太平洋戦争後の1950年代、在日米軍により、 日本にサーフィンが伝わったとされる前から波乗りをしていた人も多く実際に板子乗りをしている戦前の写真も存在するこのように水があれば泳がずに移動できるものを作ろうと思い船ができたことや雪と傾斜があれば滑ってみようと思いスキー現代スキーは覗くが生まれたことからも世界各地で自然発生的に起こったものであり期限の断定は 不可能とする説もある。一般的には9フィート約274.3センチメートル以上のロングボードとショートボードに分かれている。長い間9フィート以上あったボードが短くなり始めたのは1968年のことでその後わずか数年でどんどん短くなり1971年には5から6フィートの板が出てくる。スタイルや用途によって 様々な長さ、形状の板が使われている。大波用のガンやショートボードでロングのような形状のエッグノーズボードなど、ロングボードとショートボードの中間に位置するものがファンボードである。ファンボードは海外ではハイブリッドボードと呼ばれている。発祥以来木の板であったが戦後から現在に至るまで発泡ウレタンフォームを ガラスクロスとポリエステル樹脂で包んだものが主流となった。アメリカ合衆国のクラークスフォーム社製のブランクス、大まかな外形と蘇生を指定できる機材が市場の大きなシェアを占めていたが、同社が今世紀初頭に突如倒産し、業界は一時的に大きな混乱に見舞われた。クラークスのブルーで60のボックスフラットボトムの等という共通認識に基づく、 大まかな指定が不可能になり、数十年にわたったブランクス製造のノウハウや、技術的な蓄積が突如失われたためである。しかし、このために新素材の開発研究などが進んだ、そうせざるを得なかったという側面もある。エポキシ樹脂、ポリスチレンなどのフォームを使用したり、近年ではカーボンファイバーをエポキシ樹脂で包んだり、空洞ポリプロピレン、ハイドロフォームを カーボンファイバーで包んだ空ボードなどより強度のある軽いボードを作る試みもされているが50年以上大きくは変わっていない通常はシェーパーあるいはマシンによってブランクのフォームが削られる長さ幅厚みアウトラインレール形状ロッカーノーズとテールの傾斜テール形状で大きく性能が変わるサーフショップには その地域に適したボードを置く傾向がある。そのような一般的なボードを乗りこなしていく上で、自分の求めるところが明確になってくると、ショップや、あるいは直接シェーパーと相談し、ボードをオーダーするようになる。オーダーボードは、カラーリングやマーク、ロゴの配置なども指定でき、有名シェーパーのコメント、直筆で自分の名前当てになどを書き込んでもらうことも可能で、一種のステータスとなりうる。 サーフィンをスノビズムの対極に置く認識から、このような状況を嫌い、あえて全くカラーリングやマークなどのない真っ白なボード、既製品ではありえないをオーダーする場合もあるが、これもステータスの孤児となり得ると指摘する向きもある。モールドボードなどと呼ばれる金型を使用し、大量生産されるような製品もある。ボトムについているヒレ状のもの、スキャックとも呼ぶ。 誕生初期はフィンなどついていなかったはずだが、安定性を求めて考案されるまでに長い時間は、かからなかったと言われている。時代を追って枚数が増していった。怪我防止のため、エッジ部分のみがゴムでできているものもある。従来は、グラスオンフィンと呼ばれる固定型、ボードと一体であったが、1964年に、モーリーポップが考案した交換できる FCS。 フィンコントロールシステムズやフューチャーフィンなどのシステムが発され、2000年代初頭では取り外しできるタイプが流通の半分以上を占めるようになった。理由は修理、交換が要因になったことに加え、移動時の損傷防止も挙げられるほか、5本以上のボードがあるボードでは、マルチフィンとして2本、3本、4本などと、枚数や種類、大きさを自由に変えることができるようになったためである。 デッキに塗布する滑り止め。水温などによって、硬さ違いの種類や、ベースコート、トップコートなどがある。デッキに貼る硬質スポンジ状の滑り止め。ボードを方向転換させる際や、ドルフィンスルーの時にボードを蹴り込むことも容易になる。ショートボードでは、前足がワックス、後ろ足がパッドの組み合わせが好まれる傾向にあるが、両足ともワックスあるいは、 パッドという組み合わせもある。ロングボードではワックスが好まれるが、パッドもある。なお、ワックスの代わりに、クリアデッキなど、滑り止めシートも開発されている。サーフボードと体を結ぶ、紐状のもの、リーシュコード、パワーコードなどと呼ぶ、ショートボード用とロングボード用があり、さらに、目的によって、長さや太さなどに、違いがある。普及したのは、比較的、 最近、1970年代以後のこと。それ以前は、板が流されてしまえば、波乗りはできなくなり、流された板を取りに行かざるを得ず、なくしてしまうこともあった。コードを手繰りさえすれば、板を回収できるため、ワイプアウトを恐れず、思い切ったマニューバーを試行する傾向が強くなった。たかが一本の紐だが、波乗りの可能性を大きく広げたと言える。 ワイプアウトを恐れないことを、ワイプアウトを安易に受け入れることと解釈し、リーシュを使うと波乗りが荒くなると使用を嫌う、オールドタイマーも、少数から存在した。巨大な波や力のある波では、ワイプアウトした際に激しい水流を受け空中に、飛んだサーフボードが伸びきった、パワーコードの張力により引っ張られ、サーフボードが自分に向かって、高速で飛んでるという非常に危険な状況も、 ありうるため、巨大な波に乗る場合にはあえて使用しない上級者もいる。サーフィンをするには欠かすことができない波の情報は、1990年代初頭まではサーフショップに貼り出される電気図を元にした予想図やベテランからの助言や自分の予測しかなかった。しかし、1990年代前半に日本では NTT のダイヤル Q2 を利用して、 波の情報をサーファーに提供する業者が複数登場。通話料金を気にしながら自分の行ける範囲のポイントの情報を聞くまでよその方まで聞かなくてはならなかったが、それまで知り得なかった情報が入るようになったため、休みを取って車で1時間かけて海に行ったのにフラットだったというようなことはなくなった。2000年頃、携帯電話で インターネットウェブサイトが見られるようになった人が増え始めてからは、携帯電話での波情報業者ホームページ、HP による情報入手が主流である。その日の天気、波の大きさ、風の向き、どれだけサーフィンを楽しめるか、今後の波の予想などが提供されており、1日に何度も情報が更新される。また、 2010年頃からの急激な利用者数の増加が見られる SNS、ソーシャルネットワーキングサービスにおいてもサーフィン特化型 SNS サイトが公開されている。従来のサーフィン情報提供型ウェブサイトとサーフィン特化型ネットワーキングサイトを併用した波情報の取得が広まりつつある。サーファー同士がサーフィンに関する情報の共有を手軽に 全国規模で行うことが可能となったため、従来の情報提供サービスの利用に加え、サーファー国の持つコミュニティやネワークを活用した情報収集によるピンポイントかつリアルタイムな波情報の入手方法も広がりを見せている。アリューシャン列島付近の低気圧によって発生した波が北太平洋の何の障壁もない海を渡ってハワイ諸島へやってくるため、 この海域はサーフィンに適している。サーフィンは、ハワイの先住民が、もともと広く愛好していた遊びであった。キリスト教の需要とともに一時期は抑圧されていた、ものの、水泳のオリンピック選手として4大会出場で、合計6つのオリンピックメダルを獲得した、先住ハワイ人の英雄、デューク・カハナモクがサーフィンを愛好していたことで、サーフィンは復権した。 1960年代に入ると、楽園ハワイを全面に押し出した映画が、ハリウッドで大量に制作され、サーフィンは、マリンスポーツとして、市民権を得る。1960年代末からは、オアフ島のロースショア、北側海岸。モ木霊ア、ワイアルア、ハレイは、ワイメア、ププッケア、サンセットを舞台にした、ビッグウェーブサーフィンが全盛となり、ガンと呼ばれる。 ビッグウェーブ専用のロングボードが普及した。また、この頃から、デュークカハナモクを記念したサーフィン大会、デュークカハナモクインビテーショナルが開催されるようになり、トップサーファーに注目が集まり出す。1970年代半ば頃からは、ショートボードが普及し、ビッグウェーブサーフィンや、ロングボードは、下火となる。しかし、1980年代以降、 エディアイカウを記念したクイックシルバーアインメモオブエディアイカウ大会によるビッグウェーブサーフィンの再評価やバッファローケアウラナラによるロングボードの再評価の動きが活発化し現在ではこれらのスタイルも確固とした地位を得ているまた1990年代にはレイヤードハミルトンらによってトーインサーフィンが考案されマウイ島沖のスポット上手に注目が集まる 2000年代には、カウアイ島出身のアンディアヤンズがアスプの WSL ツアーで大活躍し、ハワイのサーファーのレベルを改めて知らしめた。現在でも WSL ツアーのファイナルは、ハワイラウンドは、ビラボンパイププロである。アメリカ人のハワイ進出の影響から、太平洋を挟んで、ハワイに向き合うカリフォルニア州に、サーフィンが伝播された。 ハワイ諸島へ来る波と発生地を同じくする。マーベリックスと呼ばれるビッグウェーブサーフィンのポイントも有名である。現在のサーフィンカルチャーをリードしているのはカリフォルニアである。数多くのサーフィンインダストリーやサーフィン雑誌等も本拠地をカリフォルニアに置いており、数々のカリスマサーファーを輩出してきた。また、サーフミュージックで有名なビーチボーイズもここが本拠である。 オーストラリアは、長大な海岸を持ち、サーフィンの盛んな国である。1970年代半ばには、ショートボードを用いて細かくターンする技術が、ウェイン・バー・ソロミュー、後のアスプ会長らによって操作され、ショートボードの交流に大きく貢献した。現在も、ミック・ファニング、タジ・バロー、ジョエル・パー・キンソンら WCT のトップサーファーを、数多く輩出する。 サーフィンの先進地域の一つである。江戸時代の文献に、では国庄内半量の湯の浜において、子供たちが波乗りをしている様子を綴った記述や、瀬の市と呼ばれる一枚板での波乗りが行われたという記録が残っている。すなわち、湯の浜がある、現在の山形県庄内地方が、日本の波乗りの文献的な発祥の地とみなせる。 現在の形式の日本でのサーフィンの発祥の地は、神奈川県藤沢市区下沼海岸から、茅ヶ崎市一帯、鎌倉市、いわゆる湘南海岸、千葉県の外房地方、鴨川市、現泉市の三崎町台東ビーチなどと言われており、太平洋戦争後に日本へ駐留した米兵がそれらのビーチでサーフィンをしたのが、きっかけという説がある。1966年7月11日に、 1> 第1回全日本サーフィン大会が、千葉県鴨川市の鴨川海岸で開催されている。1982年からは、日本プロサーフィン連盟、J プッサによる、プロ大会、J プッササーキット、現在の J プッサーの前進も行われている。各地で、サーフショップなどが開店したことで、多くの用具を容易に取り揃えられるに至っている。また、 サーフスポット近隣のコンビニエンスストアなどでは、ワックスなどの消耗品を扱う店も増えている。2020年東京オリンピックではサーフィンが公開競技として開催されることが決定しており、千葉県一宮町の釣りが先海岸、しだしたポイントが競技会場に選ばれている。波がないとサーフィンはできないため、大会の開催日程に特徴がある。 ある程度大きな波がコンスタントにあるサーフスポットで大会を開催する場合は事前に開催日が決まっていることが多い。さらに適した波がある日を選ぶ目的や悪天候の場合を想定して1日から数日程度の予備日を設ける場合もある。対してあまり大きな波がコンスタントに来ないサーフスポットでの開催や年に数日程度の大波での技術を争うような 場合は、ウェイティングと呼ばれる、開催方式が取られる。ウェイティング方式では、事前に決定しているのは開催場所と、大会開催の可能性がある期間であり、その期間は、1週間から数ヶ月、場合によっては1年に及ぶ。その期間中、出場者は、大会開催を待つ、ウェイティング。開催が決定されると主催者から出場者に連絡が、入り、急遽開催される。 波が小さい湘南海岸では、このウェーティング方式が取られることが多い。毎年開催通知があるものの、前回、1989年の開催から2013年まで24年も、開催が中止された稲村クラシック等は、日本の波乗り事情を象徴している。また、用いる道具の違いから、ショートボードとロングボードの大会が存在し、 それぞれ男女とジュニアの大会に分かれる。ジュニア以外について一家に記載。ウェイクサーフィンは、ボートなどが起こした、鉱石波、ウェイクに乗る。内陸の故障などでも楽しめ、海でも、波待ちの必要がない利点がある。人工波を起こし、市街地など内陸部でサーフィンを体験できる、大型プールもある。ビーチボーイズをはじめ、浜辺でのサーファー御用達のバンドや曲が存在する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。